はい、こんにちは。コーチカウンセラーのまっちゃんです。キャンプを通じて皆さんの内なる可能性を引き出したり、自己発見をする。そんなコーチング、そんなお手伝いをさせていただいています。今日は、気分が落ち込んだ時、悩みや不安を抱えている時、メンタルが病んだ時、メンタルが不調な時、あるいはそういった時の予防として、最も最適な方法、これがキャンプなんだ。っていうお話をさせていただこうかと思っています。僕はですね、もともとキャンプが大好きで、子供が小さい時にはですね、月1とか月2とかでもう毎週のようにファミリーキャンプに出かけていました。で、ところがですね、だんだんと子供も小学校に上がって部活動なんかが忙しくなって、それこそ自分自身もですね、仕事に追われるようになってきて、そうなってくるとだんだんとキャンプに行く機会っていうのは減っていったんですね。で、やがてですね、その仕事のストレスっていうのがピークに達して、ついに僕はバーンアウトしちゃいまして、もう医師からもですね、いわゆるうつ病、うつっていうふうに診断されて、そうですね、3ヶ月ぐらいだったですかね、休職をして、でその後も、1年ぐらいはほぼまともに仕事ができないような、そんな時期を経験しました。その時期はですね、やっぱしんどかったです。苦しい時間がでしたね。本当に苦しい時間でしたね。で、そんな状態から抜け出したかった僕は、一人でですね、そうだ、キャンプに行ってみようっていうふうに思い立って、柴犬の天君連れてですね、ワンアンドソロキャンプ、これを決行してみたんですね。で、どこに行ったのかっていうと、場所はですね、徳島県の同じ県内にある過去に何度も行ったことのあるキャンプ場で、マゼの丘というね、高規格なキャンプ場の方に行きました。で、平日のですね、フリーサイトですよ。平日ですから完全に貸し切り状態だったんですね。で、そこで、テントとタープを設営して、椅子とテーブルとコットンを出して、で、ただぼーっと空を眺めていたんです。ああ、今のこの時間帯、普段だったらみんな仕事してる時間だよな。今頃仕事仲間たちはどんなんやろ、忙しくしてるんやろな、なんか悪いなとかってね、思いながら、そうするとですね、自然に身を任しているとですね、なんか聞こえてくるんですよ。風の音が、小鳥の鳴き声が、そしてカエルの鳴き声とか虫の鳴き声とかね、空の色ってなんであんなに青いんやろ。芝生や山の緑ってむっちゃ綺麗や。これ空気中の酸素が体に入ってくるんです。深呼吸するとね、なんか体の中を綺麗にしてくれてる、浄化してくれているような感じがするんですね。こんな感じってずーっと今まで全然感じたことがなかったかも。そんなふうなことを考えていると、いつの間にか眠っていました。いつもね、あんなに眠るのに苦労していたのに、自然の中だと知らん間に寝てたんですよ。夕方になると黒い雲が出てきて、お約束通りの雨がぽつりぽつり。僕はご多分に漏れず有名な雨男なんです。キャンプでの降水確率 75% 以上誇るんですよ。で、天君と一緒にね、テントに潜り込むと、テントのフライシートに当たる雨音が聞こえるんです。この音って周波数的にめちゃくちゃ落ち着く音なんですよ。いやー、この音が聞けるなんて今日はついてる。雨音も聞けるなんて思いましたね。やっぱキャンプって最高じゃんってなったんです。僕はその時SSRI っていう薬を飲んでいたんですけど、SSRI っていうのは何かというといわゆるこう脳内ホルモンセロトニンを調整して働かせる薬なんですよね。抗うつ剤って言われてるものです。でもここ来てあれって薬いらんやんってなりました。キャンプってまさに天然のセロトニン増強剤やんってね。自然界に目を向けると自分のいる世界っていうのが本当にいかに狭く、今まで悩んでいたことがものすごく小さなことに思えてくるんです。仕事をしている日常では全く気づかなかったこと、目を向けられなかった自分に気づいたんです。ああ、世界はここだけじゃないわってね、そんな気分になれるんです。喧騒の中で仕事していて、ああ疲れたなっていうふうに思ってる方多いと思います。まずはですね、ちょっと時間を見つけて散歩でいい、近くの公園行ってみよう。そして次はお弁当を持ってちょっと遠めの公園へ行ってみよう。もしお庭があるんやったらちょっとお庭で焚き火やってみよう。もうそれだけできたら準備 OK ね。次はデイキャンプにデビューです。アメキャン楽しめるようになったらもはやあなたは上級者ね。メンタル不調を克服するスキルの免許改善です。このチャンネルでは心の健康や幸せな人生にするために役立つ心理学、そしてキャンプをツールとしたコーチング、自己発見などのさまざまな情報をご紹介しています。よかったら説明欄のリンクもポチッとしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。